皆さんどうもこんにちは。こんにちは。声優界でも屈指のサウナ好きと言われている男、花江夏樹です。一般人の中では割とサウナ好きな方、リモネ先生です。さあ、ということで今日は地獄銭湯に来ました。来ました。いやもうね、地獄とついていたとしてももう銭湯というワードが勝ちすぎてて、もうホラーゲームとしてもしかしたら楽しめないかもしれない。もちろんサウナあります。うわと思いまして、私横浜のサウナで買ってきたこのサウナハット、今日はこれちょっと被っちゃおうかな。あ、いいですね。これ被りながらね、プレイしたいなと思っております。いいです。いや、最高ですね。地獄銭湯、まあ、ちょっとやってみますか。そうですね、あのチラズアートさんがね、うん、作っている新作なんですけれども、そう、ね、これもいつもやっぱクオリティ高いゲームですから。そうですね、はい、もうこれは楽しみですよ。でもね、やっぱ一見こう銭湯となんか恐怖ってなかなかこう想像しにくいっていうか、うん、そうだよね。うん、どんな風になるのかなってなりますよね。お、早速。うわ、早速。これ今温泉掘ってんのかな。いや、完全になんか芝居てるよね。温泉掘り当てようとしてんのか。そこから天然の銭湯か。あ、もう疲れた。あんな会社もう辞めたい、うん、辞めて私は田舎に行くんだけど、そんなお金もないしな。あー、知らない間にチラシがいっぱいだよ。あ、これ疲れてるってことは癒しを求めて銭湯に行くパターンか。そうね、このチラシ私にぴったりじゃない。銭湯で働いてくれたら家賃ただ。おお、最高だね。ここに電話して今すぐ会社を辞めよう。そしてすぐここへ引っ越そう。あ、いいですね、家賃無料ね。1日目、秋村舞奈。舞奈さん、舞奈さんね、かわいい名前ですね。203号室のはず、先に荷物を持っていこう。おお、来た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 。よりなんかちょっと実写的というか、うん、じゃあちょっと持っていきますか。それトイレだね。しかも男子の。分かっちゃいました。あれ、うん、うわー、絶対こいつが犯人だよ。なんのよ。2階ね。じゃあまず2階行きましょう。うん、2階。202203、ここが私の家。あれ、あ、来た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 。あ、さっきのやつだ。来た来た。え、違う人。うわー、匂うよ。お風呂に入った方がいい。荷物の移動が終わったら銭湯に会いに来てくれ。キモ。伝えたいことがある。どうぞ、これがあなたの部屋の鍵。ようこそ。すごい、どんどん。うわ、キモさがすごい。なんでこんな下を向いてるんだ。うわ、すげえ見つめてくるじゃん。これ結構もう不審者だよね、大家さん。まあ、ちょっと見た目怖いっすよね。なんか、まあ、夜中とか気をつけた方がいいんじゃない。確かに。まあでも、ああいう人に限ってこういうホラーゲームでは、あの、何でもないってことは多いよね。確かに確かに、それはあるね。うわ、何にもないの、ほんとこの部屋。これで、はいはい。あ、そうそうそう、荷物置いてね。荷物置いて。レディーに対して匂いよって、あんなね、初対面なのに言ってくるのどうかと思いますけどね。いや、まあそれはそう、ほんとに。確かに私は家系ラーメン、ニンニクマシマシで食べたけど。じゃあ癖は。でも勤務先ってことですよね。そうですね、さっきの人はその大家兼銭湯のオーナーみたいな人ですね。どこだ銭湯、こっちか。おお、なんだなんだ、お猿さんかな。謎の鳴き声が、あ、聞こえたね。うわ、うん、ここ神社だ。はいはい、神主さん。あなたは誰ですか。ああ、ここに引っ越してきた人ですね。私たちはあなたを歓迎しますよ。銭湯再開に向けて頑張っているようですね。あなたにはついていますね。ここでお祓いすることをとてもとてもおすすめします。ちょっと怪しいなあ。まあでもお願いしとくか、うん、なんて素直な人でしょう。神々はあなたからそれを聞いて喜んでおいでですよ。手握られてるのかな。これでもう大丈夫ですよ、今はね。いつでもお越しください。異変を感じたら来てください。次回お越しの際はお供え物をご持参ください。ああ、そうだね、金銭の捧げ物。さもなくば神々はあなたを見捨てるでしょう。そんなストレートにお願いしてくるもんなんですかね。ここ寄ったから。うわ、ガチャポンだ。チラズアート。あ、え、赤マントじゃん。そう、チラズアートさんのカプセル缶バッジ。普通に欲しいんだけど。え、怖だって。指名手配。指名手配。300万円。捕まえたる。うん、横電気。家電量販店。あ、あった。いいね。なんか昔ながらって感じで。じゃあ行きますか。
わあ自販機だ。チーフってさ、テンションさんとさプレイしてたさ、あれだよね、深夜放送の時出てきたデンダ、デンダさん、デンダさんですね。なんかね、かなんか助けてくれみたいな、閉じ込められたみたいな。未だに閉じ込められてるのか。あー来た。でも私は女だから女湯。おお。一瞬で音が静かになったね。あ、こういうタイプだ、もうここバンダイがここにあってって感じか。そうですね、向こうにいますね。あ、向こうにいるね。行きますか。近いな、近いな。いやもう、これもう恋人の距離、恋人の距離、やだ恋人、うーか、いや、やだやだやだ、やめてよ。うわすごいね、来ました。これサウナですか、ボイラー室。あ、ここボイラー室か。そこボイラー室。じゃあサウナちょっと一回入ってみましょう。うわいいよいいよ。あ、これは軽く10人は座れるぐらいの。いやめちゃくちゃいいですよね、これ。いいね、広いね。うーん、はい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 。そしてあーこれね、いいね、石のね、いいですわ。いいゲームだね。俺近所にあったら通っちゃうな、普通に。いや確かに。じゃあボイラー室も見てみましょう。ボイラー室も一応チェック職。僕幼少期ですね、まあ、浅草の近く、あの台東区、入谷っていうところに住んでたんですけども、はい、そこでやっぱりね、下町なもんでお家にお風呂がなかったんで銭湯にね近くの通ってたんですよ。だからな、その頃の雰囲気をちょっと思い出すというか。はい。あ、そうですか。でね、ボイラー室あったんですよね、うん、その銭湯にも、はいはい、でもボイラー室はやっぱ入っちゃダメってずっと書いてあるのに、なぜかやっぱずっと扉があるから、うん、どうなってるのか中はと、夢がぶち壊れたね今。いやまあそんな、でもね、そりゃそんな大層なもんじゃないでしょ。こういう感じか、ボイラー室。こんな感じでしょ、ボイラー室ったら。うん、そうかそうか。あ、排水ホースがない。これからまた再開していくっていう感じのところだね。あ、ここでお湯を沸かしてんだね、うん、ボイラーで。そうですね。なるほどなるほど。は、うん、立ち入り禁止、鍵がかかっている。普通に戦闘シミュレーターとしても出来がいいわ。来た来た、ようこそようこそ。チラシはちゃんと見たよね。うん、アパート代はもらわないけど、ここの銭湯で働いてもらうよ。ああ、あと部屋にお風呂はないんだよね。でも心配しなくてもいいよ。ここで働くなら、仕事が終わったら風呂に入ってもいいよ。何か不満はあるかい？いやもうないですないです、全然特にないです。よかった、そう言ってくれると思ったよ。ならすぐに仕事を始めようか。ここを見てごらん、ここのボードに書かれていることを全てするんだ。わからないことがあったら自分でどうにかしてくれ。銭湯の仕事はそんなに難しくないよ。頑張ってね。点なしでずっと話してくの、やだ。すごいね、もう始まってますよこれ。あ、バンダイだ。お金を入れる。あ、なるほど、持ち物を捨てる。あ、来た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 、お客さん。カミソリ、タオル。あ、またそういう感じだね。まずお金を入れます。で、カミソリ1個とタオル1個。カミソリはどこなんだ。まずタオルね。はい、タオルと、ね、これか、カミソリ。はい、どうぞ、カミソリです。あー、もう完璧。あ、満足げにいったね。はい、銭湯楽しんで。妙なラジオが。なんだ、29歳の女性が。うわ、いた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 。ちょっと待って待って、今ラジオ聞いてるんで、ちょっと待ってください。あ、60代の女性を話したら行方が分からなくなっているということで、60代の女性じゃないですか。そうですか、ね、ちょっと顔見えないけど、顔がやけに。タオルと入浴剤。え、ちょっと待って、え、入浴剤、入浴料と。ああ、なるほどね。ああ、入浴剤じゃないんだ。はい、これで。なるほどなるほど。そう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 。で、これで休憩すればいいんだ。そうです、 OK です。えっ、ー、なんだよ、さっきのお客さんか。どうしました。うわ、え、これいいの、私行っていいの。あ、でもいいよね、店員だから別に。そう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 。お尻が光ってる。あ、タオル巻いてんのか。どうしたんですか。なんだ、サウナ室で何かを見たんだ。調べてくれないか。サウナ室で何かを見た、そんなわけないでしょ。これ開けっぱなしよくないですよ。何もなかったですよ。何かいたか、絶対に何かを見たんだ。この場所はゾッとする。もう出るよ。二つの意味でね、銭湯からも出るし、お化けも出るよ。劇団して帰ってったね。あ、帰ってったね。せっかくのサウナライフが、あれ、出てっちゃった、出てっちゃった。あ、またお越しくださいませ。あ、これさっきの方。あなたのような女の子、細な獲物にぴっ
ったり。怖いですね。これ相当怖いですね。ミシンなこと。千代子さん、女性のお風呂にはジュークボックスが。あ、なんか下汚れてるね。モップみたいなないのかな。あった。はい、掃除用のブラシ取りまして。じゃあまず男湯からいきましょう。はい。え、ああ。そんなギミックが左右に。へえ、面白いね。シュ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 って。シュ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 。もうこれ2秒でいきます。いきますよ。いい。はい。いいよ。これ2秒でいきます。はいです。オッケー。いい。あ、オッケー。いいよ。もう綺麗になったかな。はい。こんな行きまーす。あー。てかまたさ、あれだよね。なんかさっきもさ、モップで。本当だよ。さっきモップのホラーゲーム多すぎる。あー、トラウマが。あー、モップのことは。やばい、トラウマが。モップのことは言わないで。いや、見ても何もなってなかったや今。シャワーを浴びる。あ、ほら、上に仕事が終わったから、はいはいはい、シャワー浴びてください。一回じゃモップを置いて。シャワー浴びちゃってください。シャワー、シャワー、シャワー。あ、ここだ。シャワーを浴びる。あ、これだ。うんうん。おー。待って、なんか落としたよ。でもなんか動けないな。今洗ってる途中か。ちょっと待って。うん、音だけ。あー、猿？あ、さっき鳴き声したやつだ。そうだね。うわ、俺さっきの鶏かと思ったのに、うん、冗談で猿って言ったら本当に猿だったわ。猿だね。猿がサウナ入ってるじゃん。猿がサウナ入ってんのかな。おいおい、どんだけサウナ好きなんだよこの猿。いいね、気が合うね。猿も水風呂入るのかな。じゃあ入るんじゃない。入るんかな。うん、まあ、分かってんね。いい、分かってんね。分かってる猿だね。はい、2日目来ました。2日目ですね。2日目ね、うん、あらら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 ら ら。こんな感覚開ける。まあ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 、まあそういうこともあるか、まあまあ、開けない意味もないし。まあまあそうだね。行きましょう。あれ、お花が備えてありますね。お花置いてあるね。しかも百合の花。営業するのにさ、うん、ここにはちょっと備えないでほしいな。さすがになんかちょっと若干営業妨害みたいな。何かあったのかなってなっちゃうもんね。あ、なんかあったんじゃない。霊が来るのを抑えるためにもしかしたらやってるのかもしれない、うん、おい、15分後に飲み物を持ってこ。はぁ、あ、私そういう態度の人はお客様とて許しません。15分後ですね、わかりました。私の中の15分は世間一般でいう2時間以上なんで。よし。ちゃんと伝えといてね。はい、落としてしまったイヤリングを探しに来ました。おお、昨日掃除した時はなかったですけどね。今来られてもちょっと、ね、落とし物ありませんでしたかみたいなのわかるけど。はいはいはい、どうぞお入りください。少女、子供は、子供は安いんじゃないですか。あれ、少女来ないよ。あ、帰っちゃった。恥ずかしがり屋だ。よし、休もう。俺ここ住みたいかも。全然さ、お客さん来ないしさ。確かにね、2人しか来てない。2人しか来てない。何しよっかな。これビールか。うわ、ビールだ。しょうがない、仕事ですから。これも中で飲んでいい銭湯なんてもう天国じゃん。いや、多分違うと思うよ。ダメなんだ。いい子だな。おい、なぜここで働いてるんだ。特に理由は。いい提案をしてあげようか。俺の下で働くのはどうだ。お前のような子なら今の何千倍も簡単に稼げる。ここにいるのは時間の無駄だろう。いやー、できてるよ。これちょっと怪しすぎるよな。怪しい。そんななんか一番に稼げるみたいな話をするとやっぱちょっと怪しいよね。臭いよね。うん、しかもこの裸の状態でっていうところが。どんな顔してるの。うわ、見えない。え、ちょっと待って、体になんか大道ブレンドコーヒーみたいなマーク。入れ墨ですね。あれ、入れ墨か。おっと、始まった。電気が消えた。電気をつける方法を考えないと。そりゃボイラー室でしょ絶対。うわ、怖っ。ボイラー室ダメだ。電気屋さんだ。うわ、え、こんなだった。え、嘘。そんなんじゃない。いや、そんなんじゃないよね。お、電気泥棒じゃん。え、こんな大胆な犯行が。電気量販店が電気泥棒をするとはね。もうめちゃくちゃなんですよ。恐れ入ったよ。
お、つけ放題、やり放題じゃん。泥棒してるから。最悪だよ。ちょ、何やってんすか。あれ、デンコさんじゃん。イヤリングがって言ってた人。電気ボックスを、イヤリングの払いせかもしかして。おい、失礼だぞ。この家電たち、私の赤ちゃんのようなものだわ。どうぞ見てって。でも一つ、絶対物々交換なし。聞こえてる？いや、そういうことじゃないです。銭湯から電気を引いてますよね。はぁ、黙らっしゃい。失礼な子ね。私がどこの電気を使おうか勝手でしょう。だから嫌なのよ。貧乏には何でもイチャモンつけて。あんた友達いないでしょう。クレイジーピーポー。ふかつくわ。おい、なんだこの電光。あ、火災報知器、これを鳴らして。うわー、いいの鳴ってる。おお、頭揺り込んでます。何してるの。私は何も。もう、この音聞くとさ、防災訓練を思い出さない。小学校。確かに。なかなか聞かない音だからね、こんなうちの学校これだったな。あったね。これを開けて、はい。え、これで解決したとは思えないけどな。いや、まあ解決なんですよ、でも。これもう切断するぐらいの勢いがないと。どこを掃除すればいいのかな。排水口。あー、これね。なりますね。はい、ここも、シャカシャカと。はい、ここも、シャカシャカと。そうです、そうです。女湯いきます。はい、え、なんだこれ。それもです。めちゃめちゃ、うわ、落ちない。よいしょ。シャワーを浴びる。はい、これで。今日は何のイベントが起きるのかな。昨日はまあ音が鳴っただけだから、ちょっとあそこの影の方を見てみますか。あそこの影不気味ですよね。そこの影の方を見て、うん、なんていうか汚れというか、なんですかね。あ、大丈夫っぽい。あ、大丈夫だ。あ、でもあるね。まだあるね。 あるね。ちょっととりあえず、あ、今日は湯船にまで使っちゃったりして。いいですね。はい、お風呂に入る。うん、やっぱりね。使った方がやっぱりね。そう、うん。使った方がいいですから。できるならね、使った方がいいですね。僕は毎日使ってます。えらい。はい。なんか痛っすね。痛っすね。なんか、今、せっかくリラックスしてたのにさ。台無しだよ。確かに。あんな怖い感じで見てこなくてもいいじゃん。確かにね。よし、上がるか。あれ、え、チャポったね。チャポったね。うわぁ、うわぁ、うわぁ。おい、あー怖い。マウスは今日は話さなかった。よかった。まあまあまあ、今のはね、バーンってくるタイプじゃないから。やっぱチラザーツさんのはあんまりバーンってくるタイプの少ないんですよね。確かに。そうそうそう。なじわじわくる、そう、ね、ジャパニーズホラー的な ね怖さ。そうね。それこれが多いんでね。うわー。うーわ。ちょっと出しっぱにできるタイプだ。できるタイプだ。うん、まあ、これにつけられてくる。まあでもこれさ、ずっとやられたらさ、やっぱす。うん、え？なんかイベント発生しすぎじゃない？お、立ち入り禁止にしてる。うわ、いや、さすがに怖いもんな。いや、今のはね、事件性のあるもう叫び声でしたね。いや、そうだよね。あ、オーナー、おばちゃんか。うん、なんか拝んでますね。拝んでる。へえ、何があったんだよこの銭湯で。そうさ、オーナーもさ、最初にさ教えてくれさえすればいいのにさ、うんうん、下着増えてるね。まあやっぱ3日目なんで、干しっぱだ。こっからどんどん取っていくスタイルだ。いやー、あるよね、一人暮らしあるあるだね、るかも、きっとね。あれ、行方不明の猫のポスター。駄菓子屋の猫。はあ、駄菓子屋の猫。駄菓子屋こんな光ってたっけ。いや、駄菓子屋さっき光ってなかったんですよ。光ってなかったよね。まあでもね、行方不明の猫だったらね、このサウナハットで仲良くなれるはず。虫が、虫が、おお、なんかあるな、この辺り。やっぱそこのね、地面が、うん、地面にね、普通にあれでしたけど、うん、あ、虫が？え、なになになに。いや、地面に血だまり？実は、いや、猿の死体が実はあるっていう。嘘、ごめん。はい、シャンプーどうぞ。いっぱいこの人サウスどうぞ。いいお客さんだね。二人で来てるかな。なるほどね。うん、
あ、ほんとだほんとだ、あの子はなんかおかしい。ひどい、ひどい言われようだね。確かに。別にそんな詳しく話してるわけじゃない。何を知ってるんだよ。めちゃくちゃ言われてる。私の何を知ってるんだ。あ、でも今日は男湯、普通に入ってくるじゃん。チラテケス信者。チロッピン、ちょっとそこのあなた、顔が暗いですね。何かを抱えていますね。しかし、もう大丈夫です。あなたはチラテケスに愛されています。ここでこうして私と会えたことが証拠です。チラテケスの魂が宿ったこれをあげましょう。これを持っておくと活力がみなぎりますよ。チラテケス？チラッピーン！チラテケスは常に私たちと共にいます。神と呼ぶ者もおりますが、正しくはチラテケスと呼ぶのです。ああ、そうなんですね。では一応もらっておきます。じゃあね。チラッピーン！では特別に10万円にしてあげますよ。え？そんなお金ありません。チラッピーン。チラッピーンだ。機嫌悪いときは瓶になるんだ。なるかもしんない。チラテケスはあなたを見放すでしょう。うせえ。チラッピン、チラッピン。うせえ。うざいなぁ。テケテケの音楽なんなんだよ、あれ。立ち入り禁止にしてんのにさ。ねえ、無理やり入ってきて。あ、電話。もしもし？ 8、 え？ 1、 2、 812。ハイツ。ハイツかハイジ絶対出てくるって。なんか出てくるかな、後々覚えとかないと。あ、ハイジ、ハイジ、ハイジね。あ、湯上がり、あなたのような女の子お供えにぴったり。また言ってくるやん。で、この人は嫌味って帰ってくるんでしょ。もう一人の人は、あれ今日やることはどれどれ、リストに近所の駄菓子屋に重曹を買いに行くと書いてある。あー、駄菓子屋に重曹をね、掃除するためですかね。やっぱ汚れを落とすための重曹。待って、人力車？あ、違うわ、石焼き芋だ。石焼き芋さんですね。懐かしい。うわぁ、近い。芋食べます。お会いできて嬉しいです。さつまいもが欲しい？一つ欲しいです。ありがとうございます。でもさつまいもを食べるにはさつまいもの問題に正解しないと。なんだそれ。そうなんだよね。第一問、じゃじゃーん。さつまいもはどこで育つ？さあ、どこだ？土の中！正解！いいよ。どんどん来い、どんどん来い。第2問、じゃじゃん！収穫の時期は？秋でしょ、絶対。旬は秋なんだから。石焼き芋が、え？秋だよね。いや、夏ってパターンもあるか？いや、秋でしょ。せっ！石をあなたで、こんがり焼いた。夏か。甘くて美味しい。さつまいもに失礼だと思いませんか？思いますよね。さつまいもがかわいそうですよね。やり直してください。うわ、うわ、めんどくさ。で、夏。夏じゃないの？これ先生もミスったでしょ。俺調べたから。最悪。全然ゲーム楽しんでないじゃん。俺チートしてるから、俺チート使ってるから。さすがに春か？さすがに？いやー！冬。え？秋にしてなかったんじゃない？俺秋にしてないの？秋！お、正解！来た。はい、そうだね。では第3問、じゃじゃん。さつまいもには花が咲く？咲くんです。それはどんな見た目？白かった気がするな。え？チューリップ、朝顔だと思う。正解、来た。うわ、すごい。お主はさつまいものことをよく知っている。では、最後の問題です。さつまいもの一番おいしい食べ方は？はい。石焼きって絶対言わせたいじゃん。石焼き芋が焼きました。いやー、石焼きですよね。石焼き芋屋さん。あー、そうですよね。あぶねー。早食いはノーだ。味は、おお、やった、ありがとうございます。くれましたね。あ、駄菓子屋だ。来た。わ、駄菓子、あ、これ好き。それ好き。これ好き。それ美味しい。うわ、これ好き。それ好き。じゃあちょっと話しかけてみましょうか。うわ、結構目元がみんな見えないね。うん、梅木さん、そこのお嬢さん、美しい目をしているね。よく見てもいいかい？いいえ、何をおっしゃりますな。怖がりさんな。褒めてるだけ。ちょっとユニークな。うわ、ヒヒだって。ヒヒって言われてる。行方不明の猫のポスター、たまちゃん、あの子を見つけたら特別なプレゼントあげるよ。ヒヒヒヒ系の人だ。じゃあ猫見つけに行くか。たまちゃんだね。 どこにあるんだ猫。どこにいるんだ。あ、絶対この公園じゃん。絶対いるって。この人も行方不明なんじゃないの。アパート、
か。うわ、あ、猫だ。でもおしっこしてる。え、この人がもしかして擬人か。でもこの人から明らかに声が、猫の声がいた。あ、いた。あー、かわいい、かわいい、かわいい。行くぞー。はい、かわいい。見つかりましたよ。ひひ。この猫で合ってますか。たまちゃん、おかえりなさい。若者よ、ありがとうね。ではご褒美に特別に作ったこれを大事にしてね。ひひ。いやいや、重曹、重曹、木箱。あ、これ木箱だ。あ、木箱開いた。重曹、あ、タダでくれるんだ。ナイス、嬉しいですね、ありがとうございます。じゃあ重曹で。うわー、匂ってる、匂ってる。なんだこれ、サビ、ぬめりなのかな。うわー、ぬめりやっちゃうか。ぬめり、綺麗になった。いいよ。あ、ここもぬめってますね。ぬめってるね。いいですね、今日も働いたね。今日も働いたな。今日は猫も探したしな。いや、そうです。あ、今日はやった ね、 働いたね。今日はやった。おい、あー、気持ちいい。あ、なんかこう運動しちゃうだろうね、やっぱね。お風呂とかね、やっぱ気持ちいいよね。そうなんですよ。うん、今日僕朝ね、はい、8時に起きて、8時に起きて、筋トレ1時間して。はい、えらっ。そうなんですよ。どうしたのよ。でも時間ないからそのまま仕事行って、うんうん、仕事を3件やって今ゲーム収録してるんで、うん、もうベッタベタ。今一番もシャワーを欲してる状態。ゲームより先にシャワー。お、来たよ。サウナ。あ、来た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 よ。あ、至福の時。手置き持って、はい、座ると。あ、いいですね。それロウリュできる。ロウリュ。あ、ロウリュできるの。うん、あ、1段目か。もうできないかもしれない。うそ、ローリーしたかった。ローリーしたかった。あー、うわー、なんか変な音するし。ここだよね、染み合ったのね。そうだね、確かにそこから音してるような気がするな。言われてみれば、ここから女の子出てくんじゃないの。うわ、なんかクリックできる。ほら、黄色くなってるよ。ほんとだ。うわ、絶対怪しいって。なんだよ、ね、うわーうわーもうねえ、サウナはさふざけちゃいけないんだよ。サウナでは。わかるか、今の一番良くないぞ。あれで血圧上がってたらもうあのままぽっくり行くかもしれないぞ。いいのかそれで。出る場所考えろよ、もっとバンダイとかに出てよ、もう入り口でさ。やばいって。しかもこれ何目線、これ。ゴミ捨て場目線か、これ。なんなんですかね、これ。またあれ電気屋さんか。電気屋の横のあれは公園だ。いやー、公園か。うん。